ファンサブ、ファンサブは映像作品、主に他の言語による音声に、ファン、愛好家が字幕を付けたもの。または、その活動のこと。ファンサブは、ファンサブタイタルド、イコールファンが付けた字幕で、ファン人、ファンジーン、ファンマガジン、同人雑誌、ファンフィク、ファンフィック、ファンフィクション、ファンによる、フィクションなどと同様の造語である。対義語は、オフィシャルサブ、オフィシャルサブ、 公式字幕、公式に付けられた字幕や、プロサブ、プロデュースドサブ、プロイコール専門家が付けた字幕。ファンサブ制作者のことは、ファンサバー、ファンサバーという、字幕を付ける前の状態で流通しているものは、アンサブド、または、ロー、生と呼ばれる。ファンサブの典型例は、日本製、日本語音声のアニメに、英語等の字幕を付けたもの、アニメファンサブということがあるであり、 香港でも日本製アニメのファンサブについて扱う。かつては、ビデオデッキと専用の機械を用いて、字幕を入れ、ダビングと郵送、させイコール切手を貼った、変身用ブートを送る方法で流通していたが、近年では、個人でもパソコンを利用したデジタル動画編集や、大容量データの取り扱いが、比較的容易になったため、インターネット上でのやり取りが主流となっている。また、 それを第三者が DVD に焼いてネット上のオークション等で販売することもある。オンライン上での一般的配信方法は当初 XDCC やフサーブと呼ばれるアーク経由、またニュースグループであったが2004年頃から通信ソフトビットトレントも用いられ特に初心者には人気が高い。またデータが YouTube などの動画共有サイトに転載されるケースも非常に差は。 伝統的に翻訳などを行うファンサバーと実際にそれを流通させるディストロ、ディストローイコールデストリビューターが分業化していることが多い。これはファンサブが元は例外的な活動であったため制作活動とは別に流通拠点を必要としたからである。日本で保護されている著作物については現地国がベルヌ条約または 万国著作権条約に加盟している限り、現地国でも保護されている。そのため、ファンサブ活動を日本国外で外国人が行い、公開する場合、日本の著作権法にこそ触れないが、通常の場合、現地の著作権法に違反することになる。従って、条約の第8条は言う。そのため、現地でライセンスされているかいないかにかかわらず、 日本の権利者が現地で提訴すれば、現地の法によって違法と判断される可能性が高い。また現地で独占的にライセンスされているものについては、現地のライセンシーも提訴できる。北米の場合、ファンサバーとライセンシー企業の間には、ある程度の暗黙の了解はあるとされ、警告されたり、ライセンスされた時点で、ファンサブを止めるのが、一応の不分立、とされている。 ただし過去の例を見る限り必ずしも守られているわけではない。そのため現地で既にライセンスされたものにファンサブを行い流通させれば書面等で警告されることもある。上記の暗黙の了解等によりファンサバーは関係者間では自分の本名や住所を明かしている場合がありその場合は実際に書面で届く。1972年にアメリカで 家庭用ビデオテープレコーダー v o 千八百十が発売されるとハワイやニューヨークなどの英語字幕付きの日本語放送で放映された日本のアニメも録画されるになり初期の数少ないアニメファンはこうして映像の交換をしていたアメリカの日系人を対象とした日本語放送ではあったが日本語ができない二世や三世の日系人も積極的な視聴者であったため日本語番組も 英語字幕で放送されていた。これを発見してアニメファンになったアメリカ人には初めからアニメを字幕で見るという精神的土壌ができていた。1985年にコモドール社のアミーガが発売され、パソコンを使った字幕制作が可能となった。これにより、いわゆるファンサブの時代が始まった。もともと日本に文通友達がいて、 アニメなどのビデオを交換していたアメリカ人はファンの間では尊敬を集めたが、それに加えて翻訳能力のある仲間とアミーガオーナーがいればファンサブ制作集団としてファン仲間での名声を盾にできるようになった。1989年3月1日付でアメリカがベルヌ条約に加入したため、これ以降アメリカのファンサブ活動は違法となった。 これより合法的にアニメが入ってくる1993年頃までの間は流通するもののほとんどが違法なものしかないというとても不安定な時期を通ることとなる。初期は大学サークルが学内のホールを借りてささやかに上映会を行うといった形式の活動が主であった。現在でもアメリカの大学のアニメクラブではファンサブをサークル図書室に持っているとが多く。 公式の活動として上映会を行うことはあるが21世紀になるとそれら字幕付きアニメをデータの形でインターネットを通して流通させるという形式が主流となった。以前よりアメリカで放映される日本のアニメが大幅に改変されていることは日本版を知るファンの間では周知の事実であった。正式な商業発売よりもファンサブを好む一部、心理は 過去に現地のライセンス保有会社が言ってきた作為的な改変に対する不信感にもよるとされている端的な例は4キッズである。4キッズは物語自体が変わってしまうような大幅な編集を行うため一部には4キッズにライセンスされたものはライセンスされていないとみなすという風潮さえある。しかし今日では地上波放送の作品については 諸外国の放送コードに準拠するための改変がある。ものの、以前に比べれば、ファンの希望を尊重しようとする動きが高まっている。ただし子供、ティーン向けアニメの規制では、血の出るシーンを汗の描写に書き換えたり、酒を飲むシーンは、そのキャラクターが成人でもカットされる。また、CATV、衛星放送や DVD 直販を前提とする作品では、 大幅な編集はほとんど行われていないアニメファンが期待する対象年齢層の高い作品はむしろこちらである。にもかかわらずファンサブ活動は絶えない。彼らはファンサブだけでなく北米版 DVD のリッピングをファイル共有ソフト等で入手する正規品の DVD より吸い出したデータをそのままネット上で流通させるようなリッピンググループも数存在する。 結果として、すでにライセンスが取得されている作品は、もちろんのこと、北米版 DVD が発売されている作品でさえも、ファンサブが流通することになる。また、ファンサブグループはやっていることが違法行為であるにも、かかわらず、自分たちに対する寄付を呼びかけていることがある。アニメのライセンス権を持つ日本の企業は、ファンサブ活動への対応に苦慮している。 ファンサブという活動は企業に代わってアニメの知名度を上げる側面を持つ。それが利益に結びつくと考えるならば黙認することも経営判断としてあり得るが、直接的、間接的を問わず不利益に結びつくかなんだかの意味で長期的にマイナスと判断すれば止めさせるのが当然でる。ファンサバーたちは告発例などが少ないことを根拠に、 自分たちの活動は黙認されていると主張している。北米においては黙認どころか、公式、非公式に、ファンサブとプロサブは、しばしば密接関係にあるとされ、ファンサブ出身のプロサバーもいる。それだけではなく、北米のライセンシー企業とファンサバーは癒着し、慣れ合いの状態にあり、ライセンシー企業が翻訳コストを低く抑える目的で、ライセンス権を持つ日本の企業には、無断で、 ファンサバーに協力を求めることさえある。ライセンシー企業は、自社がライセンスを持っている、作品以外のファンサブについては口出ししない、北米では、良くも悪くも、権利関係の線引きが明確であるため、つまり大量のファンサブを不正に流通させている、P2P サイトが問題であっても、P2P サイトそのものを閉鎖させようとするのではなく、そこで、 やり取りされている自社がライセンスを持っている作だけを削除させ、あとは放置する。2000年以降になってファンサブ活動が急速に活発となった背景には、前述の通りインターネットの世界的な普及と技術革新によるものが大きい。特に大容量ファイルの移送、共有を容易に可能とするファイル共有ソフトの登場により、ローの入手から、 ファンサブ視聴者への配布までの時間と労力が大幅に軽減されることとなった。その結果、現在では日本でテレビ放映されたものが6時間程度で字幕がついた状態で流通することが多く、中には放送終了30分後に字幕付きでアップロードされているのもある。一方その弊害としてファンサブ制作者間でリリースの早さを競うような現象も起こり、 非常に翻訳の質の低いファンサブがルフするケースが増えている。ファイル共有ソフトや YouTube のような動画観覧サイトの存在は ARC とは異なり、ファンサブ活動と直接的には無関係であるが、二次的な配布、公開をも様いとし、さらなる著作権の侵害に拍車をかける原因ともなっている。そのため、ファイル共有ソフトや動画観覧サイトの存在は、 ファンサブ問題を語る際には無視できないトピックであり、それらを利用した不法流通、海賊版の撲滅のため、世界的な法整備のほか、各国間での迅速な連携、対応が急務とされている。2004年12月7日、日本のアニメ制作会社メディアファクトリーの代理人である東京法律事務所がファンサブグループリュナーアニメ、ワナビーファンサブス。 ファンサブポータルサイトアニメスキ、等の複数のファンサブ流通サイトに対し、同社が権利を保持するすべての作品を、現在及び将来の流通リストから削除するよう警告を出した。これに対しアニメスキ、ルナアニメは、警告に従い流通リストから、同社作品を削除し、またソーラー、シャイニングファンサブス、スケリーウォーターといった他のファンサブグループや、 ファンサブータルサイトもこれに同調した。その一方で、ファンサブグループワナビーファンサブスアニメキープは流通を続けるとし、結局削除することはなかった。2006年8月22日、米国で広角機動隊スタンドアローオンコンプレックスソリッドステートソサイティの DVD 発売を予定しているバンダイエンターテイメントは同作品のファンサブを予定しているファンサグループに対し、 違法配信をしないよう、法的手段も辞さないとの態度で臨むと警告するプレスリリースを発表した。同作品は日本では同年9月1日より CES 放送スカイパーフェク TV にてペイビュー方式で放送された後、11月に DVD の発売が予定され、バンダイエンタテイメントは同年7月の段階ですでにライセンス獲得を発表しており、 翌く2007年には米国での DVD の発売を予定していた。なお、このプレスリリースは話題にこそなりはしたものの、結果的には完全に無視され、米国での DVD 発売は、愚かに本での DVD 発売以前の時点ファンサブが流通した。クランチャイロルなど、日本の企業と提携して公式に字幕付き動画を配信するサイトが登場しており、日本国外でもあまり、 日本との時間差なく主張することが可能となっている。それにより違法配信の抑制、新たな販路の開拓を期待しているという。日本政府は2007年10月18日にアメリカ政府へ提出した米国の規制改革及び競争政策に関する日本国政府の要望事項の中でインターネット上の違法に複製されたアニメなどについて日米間で 情報交換を行っていくよう要望した。2016年9月28日、京都府警は著作権法違反の疑いで中国人のファンサブメンバー2人を逮捕した。2016年10月27日に2人新たに逮捕された。ファンサブ問題における議論では、日本国外でのファンサブ活動、主に東アジア、米国、西欧など、 に焦点が当てられる機会が多い。しかし実際には日本においても国内公開前の日本国外映画やドラマ、カートゥーンなどの日本語字幕付きの違法動画の存在が確認されている。ファンサブ活動が盛んな前日の地域のように組織だった活動は活発ではなくさらに翻訳者が逮捕されている点も大きな違いである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。